おはようございます。釣り子 TV です。今日の動画はこれ。メジャーシートっていうことで、メモリアップって書いてありますけども、このね、メジャーが非常に使いやすいよっていうことで先輩におすすめされて、早速ね、キーポンで買ってきてみましたよ。価格は2000円っていうことで、まあ、メジャーシートっていう風に書いてあるぐらいだからね、こうメジャーなんですけども、今ね、普段使いはね、これ、メジャーシートね、やっぱり。この幅広の、こういったものがね、使いやすいから、これね、バスマニアのやつね。すごいね、デザインがかっこいいんで、使い込んでるんですけども、ね、こんな感じでバスマニアっていう風に書いてあって、でね、ほんといろんなロゴが配置されていてね、で70センチちょいちょいまで測れるよ、こういったメジャーなんですけど、これはねもちろんこれで使っていくんですけども、これ持ってるのになんでまたですね買ってんだっていうね、ここら辺をですね開いていきながら見ていきたいと思います。はい、じゃあ早速ね開封。まあ今ね開いたところでも見てもらったかなと思うんですけども、まずはね輪ゴムとかそういったのを持っていなきゃいけなかったってねいうのがあったりして、それがね最初からこのベルクロがねあついてていいなって、ここにくるくるって巻いたらですね輪ゴムとか用意しないでもベルクロがついているなところと、このね、金びらがついてますよ。これでね、あのズボンの何ですかね、ところにぶら下げたり、ライフジャケットにぶら下げたり、ね、持ち運びが便利そうだな、ね、そんなところ。まあ、外側にこうつけとくことによって、こういったメジャーシートって大概水に濡らしてね、湿った状態で使って、でそれをねまたボックスの中とかに入れておくと何ですかね、まあ蒸れちゃってなんだかなみたいな感じになっちゃうんで、まあこれでねバッグの中じゃなくて外側にぶら下げて持ち運びできるってのは一ついいなっていうところ。あとね触ってみてね分かるんですけどね、このシートの感じがいい、微妙に絶妙に柔らかくて、よくあるメジャーシートって結構癖がつきやすい印象があって、まあ例えばこういう感じでね、あのまあこれが悪いってわけじゃないんですよ、これはこれでねまたね使いやすいんですけども、ただこうやってちょっと丸まっちゃいがちだなって、最初こう開いた時に例えばこうね重りとかを置いて、重りとか置いてくるくるってなんないようにね、くるくるってなんないようにね、そういう風に使ったりすることが多いんですけども、これだとですね絶妙な柔らかさのシートで仕上げられてるから、開いてそのまんま、これね今初めて開いたんですけど、このねなんだろう安定感っていうか、ピターってこうすぐバーって開いてそのまんまバス乗っけられんなね、まあ水で濡らしたりもちろんしてもね、やりやすいなというところと、一番のポイントがこれね決めて、まあ、ここにも書いてあったんですけども、1メーターまで測れるね、これ重要だなと思って、ブラックバスでまあ1メーターじゃないかなとは思うんですけど、だからこの70センチまで測れるねメジャーシートでこれでもって、まあね人生の中で70オーバーのバス釣れたらまあそれで OK かなっていうね、あ感じなんですけども、ところがね海のターゲットだと結構ですね70超えてくることがね、まあシーバスとかなんかで考えても多い、そんな時に70センチぐらいはね結構まあ今の時期とかよく釣れるからね、その測んないで逃がしちゃうなんてこともあるんですけども、重要なのがこの80センチからねメ
ーター、まあメーター超えるのかどうかとかね。だから贅沢言えば120ぐらいまであった方が、もしね、人生で1回だけのね、まあメーターオーバーとかチャレンジできる瞬間があったら安心なんですけど、まずは目標はね、今ね、自分はね、この90、そうですね、5センチオーバーね。今のところ、押しバスの記録はもう十何年前なんですけども、釣った92センチね、おかっぱりでバイブレーションで釣ったんですけども、92センチが今のところの最高自己新記録なんで、それを超えてくるってなると、まあ、95センチオーバー。できればまあそうですね、95センチ確実に超えてるよっていうね、96センチぐらいのね、こういったターゲットを釣りたいな。でここから数ヶ月間ですね、東京湾の方はこうピックシーバスね狙えるもう絶好のチャンスなので、このタイミングで海用にねメジャーシートないかななんて思って探していたんですけども、そこでこのシートいいよとこうね、素材の感じとか、あと見やすさ、あとそのどこまで測れるかとかね、完璧だぜっていう風に聞いたんで、早速ね2000円だったんで買ってきてましたよ。まあ、くるくるっとしまって、でまあなんですかね、こうカラビラとかがあるし、まあどうですかね、ちょっと今ね台風ラッシュでなかなか状況が読みづらいとこではあるんですが、ただこの前チラッとね、あの別件の魚狙いに行った時にシーバスもチラッと言ったらね、まあ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 いいサイズのお腹ブリブリのねウェイトのあるシーバスがね結構釣れたので、そろそろビッグベイトとか持ってね、ちょっと釣り場に通わないとなーなんて、で、はいはい、こういう感じでキュッキュッポンと、説明書きがちょっと裏に書いてあるんで見ていこうかなと思うと、くるくるっとね、ね、このメジャーについてなんですけども、本体は 120cm×20cm の大判サイズです。大きい魚でも計測可能、直接地面の上に魚を置かないため魚体が傷つかない、インパクトのあるメモリデザインと鮮明なイエローカラーを採用、カナビラとマジックテープ付き、携帯も収納も簡単ですっきり、本体はターポニン素材を使用、防水防油、防汚れですかね、汚れないよっていうこと、まあ洗いやすいよってことですかね。本体両側は補強材仕上げ、本体四つ角は角丸カットを加工しているため両側と角が反りにくい。なるほど、あ、そっかそっかそっか。本体が汚れた時は水で洗ってよく乾かしてから収納してください。洗剤やブラシ等は使わないでください。メモリが薄くなる恐れがあります。メモリアップとかね、結構、あ、そっか、ここら辺のデザインとかに凝って、まああと補強も兼ねてこうなっているから反り返りづらいよとか、ペタンってね、あ、そう、こういうのがあって、でターポリン素材でってことなんですね。まあね、こう自己記録更新とかね、そういった魚が釣れた時にね、これ大きいなっての釣れた時に計測できないってのはね、一番やっぱね辛いところではあるので、いろんなバッグに、まあ、さっきのねバスマニアのメジャーシートとか、あとねウォーターランドのねメジャーシートもすごいね昔からあって使いやすいんで、あれなんかも2個ぐらい持っていて、で今回ね新規で新しくねこういったメジャーシート買ってみたので、あの釣り場でね、まあ、主にどうだろう、ブラックバスにも持っていくとは思いますけども、でレンタルボートの時はねよくあるあのプラッターにシール貼ったタイプのものね、あんなの使っているので、ちょっとね荷物をコンパクトに、運びたい、そうですね、ボートシーバスの釣りとか、あとはおかっぱりとかね、そういったところでこのカナビラ付きね結構活躍するんじゃないかな。でプラッターとかちょっと持ち込むのもな荷物になっちゃうななんていう時に、さっきのバスマニアのやつとかね、あれはまあリュックとかにいつも入れてるんでっていう感じで、適材適所でねいろんなバージョンのメジャーシート使っていければななんていうふうに思うので、まずもってね今回は
ちょっとこれすんごい使いやすいから使ってみてっていうことで先輩におすすめされたこのねメモリアップ、ね、キーポンって書いたねこういったシートを、広げてみております。というわけで本日の釣りコー TV ですね、これから秋のね大型な魚が釣れるシーズンに向けて、メジャーシートをね一つ新しく買ってみたいこういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。